鉄平野球、鉄平鉄平本名、土屋鉄平土屋鉄平1982年12月27日帯は、大分県大分市出身の元プロ野球選手、外野手、右投げ左だ。2月にプロ野球からの引退を発表してからは、東北楽天ゴールデンイーグルスの球団職員として、球団が運営する。 楽天イーグルスアカデミーのジュニア部門でコーチを担当。同球団の本拠地である仙台を拠点に、野球解説者や、ドフクラブ、東北福祉大学公式野球部の OB を中心に、結成された日本野球連盟所属のクラブチームの外野手としても活動している。父親が、剣道漫画、俺は、鉄平』千葉哲也のファンで、そこから、鉄平と名前付けられた。 強い子に育って欲しいという願いが込められている。小学校1年の時、兄の影響で野球を始め、富士が丘少年野球団でプレー。中学時代は野球部に入部し、ピッチャーとショートを受け持つ。小中学校の先輩に安藤雄也がいる。つくみ高校時代は1年から遊撃手のレギュラーを獲得。高校通算で打率55、551。 32本類打の記録を残した。甲子園への出場経験はないものの、50メートル走5.9秒、遠投110メートルの身体能力の高さから、九州の一郎として注目された。2000年のドラフト会議で中日ドラゴンズから5位指名を受け入団は、ウエスタンリーグで遊撃手のレギュラーを獲得する。しかし守備面で伸び悩み、 打撃を生かすためそのオフにガイア手へコンバートされた。プロ4年目で1軍初出場、初アンダを記録し、主にダイソーやガイアの守備固めとして50試合に出場した。6月1日に6番左翼手でプロ初スタメン出場。10月9日に行われたファーム日本選手権でサヨナラアンダを放って、チームをファーム日本一に導き、最優秀選手賞。 MVP を獲得した。また、日本シリーズでは5試合、第2、4、5、6、7戦に代走として出場し、第7戦では、得点を記録した。ウエスタンリーグでは3位の打率、336、13盗塁の好成績を残したが、1軍では2試合の出場に終わった。当時の一軍には、福留孝介、アレックスオチョア、h 井上和樹、 森野雅彦などの優先手が揃っており、2軍で好成績を残しても1軍での出場機会には恵まれない状況が続いた。2005年オフ、中日監督の落合博光の他のチームだったらあるんじゃないかという配慮により、トレード要因通告され、その後金銭トレードで東北楽天ゴールデンイーグルスに移籍。それに伴って、登録名を土屋鉄平から鉄平に改めた。 開幕戦の日本ハム戦に一番中堅守としてスタメン出場する。4月22日の西武戦で西口文也からプロ初本塁打を放つ。6月2日は古巣の中日戦、フルキャストスタジアム宮城で4安打を放ちよなら勝ちにつなげ、試合後中日監督の落合博光からお前をトレードに出した甲斐があったとのコメントを受けた。 6月30日の日本ハム戦から7月6日のロッテ戦にかけて9打席連続三振記録。野手の連続三振記録の新記録となった。この年は103試合に外野手として出場し、チーム2位の打率30。303を残す。また、西尾勝義、赤田翔吾、川崎宗則と並んで、リーグトップタイの73塁打を6した。ファンからの最多投票を受け、 楽天野球団主催の2006年度 MVP 選手に選ばれる。これにより2007年度の同球団ファンクラブ特典のフィギュアは鉄兵となった。11月、イオン日米野球2006に監督推薦選手として出場。スコアボードになぜか東北鉄兵とご表示されてしまうというハプニングもあった。12月7日、球団史上最高となる220%の 年俸アップ率で契約公開をし、自費で新幹線に乗るときはいつも自由席だったけど、これからは座席が広いグリーン車に乗れそうですとコメントした。また、この日、グッズを作り直すのが大変だろうからと、背番号は変更しないことを発表した。3月24日の開幕戦から11試合連続ヒットを記録する。五月六日、北京オリンピック日本代表選手。 1> 第1次候補選手に選ばれる。7月20日、21日に行われたオールスターゲームにファン投票で選出され、楽天からは鉄平含め合計8名選出。第1戦、東京ドームでは途中出場。第2戦、フルキャストスタジアム宮城では1番、中堅守でスタメン出場した。8月7日、日本ハム戦でライアングリーンから第15本塁打を放つ。この年は、 チーム2位の135試合に出場した。打率254、出塁率311は共に昨年よりダウンするも本塁打が10本とプロ初の2桁本塁打を記録。打順はシーズン通して一定しなかったが、下位打戦で出場することが多かった。この年は序盤からなかなか調子が上がらず、開幕戦は2番で出場したが、 その後は8番での起用となった。しかし開幕から1番だった渡辺直人の怪我により、交流戦の頃から1番になると大幅に調子を上げるが、6月8日の中日戦で本類に突入した。際に足を痛め登録抹消。チームも順位を下げてしまう。しかし、この年それまでで自己最多の打点を記録し、得点圏打率は3割2分を超えた。11月22日。 入籍をしたと発表した。最高年俸だった、磯部孝一が大元宝となったため、楽天外野し最高年俸の選手となった。週刊ベースボールのインタビューで、今年の自分の鍵を握る最大のポイントは、運ですね、とシーズンに、臨意気込みを語っている。3割5分を超える、高打率を維持していた5月、気持ち悪いと、体調不良を訴えて2軍降格。症状から、 メニエール病ではないかと心配されたものの検査したところ特に異常を図ったためすぐ公式戦に復帰した8月6日には球団新記録となる22試合連続安打を記録同日は決勝打を含む3安打を放ち打率トップに浮上する最終的に連続試合安打の記録を24まで伸ばしているまた この頃には4番を務める山崎武史と並ぶ不動の3番バッターとして活躍。8月の成績は打率402、3本塁打、24打点で自身初の月間 MVP を受賞。終盤やや打率を落としたものの、最後までトップの座を守り、初の打撃タイトルとなる首位打者を獲得した。打率327、12本塁打、76打点。 13、投類は、自己最多。前年、左投手に20、202と苦しんだがこの年は、314、7本塁打をマークした。さらにシーズン記録では五位体となる両リーグ最多の13本の、3塁打を放など、飛躍のシーズンとなった。10月13日には、この活躍により、大分市民栄誉賞の新定が発表された。同賞を贈られるのは、 同学年の内川誠一に次いで二人目。また、初となる外野手のベストナインに選出された。実は8月9日の対日本ハム戦で、武田勝からボールを受けて、この時の判定はファウル。左手人差し指を骨折をしていたが、それでも試合に出続けていたことをオフの激励パーティーにて語った。マスコミやシーズンオフの出演等も控え気味であったが、2009年の 放置プロスポーツ大賞、放置新聞主催の表彰式等に出演。石川両党の各界スポーツ選手と壇上に立った。また年末の日本テレビ系列で放送された中井正宏の7番勝負。超一流アスリート VS 芸能人どっちが勝つの s p 2内の軟式野球に亀梨和也等の各芸能人と田村一志、内川聖一らと出演。劣兵。 田村、内川という一流プロ野球選手、打者3人を連続で抑えることができるかという企画に挑戦した。正月特番として放送された日本テレビの特密ところの世界記録工場パート6では上野幸子らが出演した日米の女子ソフトボール投手とのヒットを打てば100万円対決企画を行った。 この年は、聖沢良がレギュラーに抜擢された影響によって、右翼手にコンバートされた。シーズン前半は交流戦の巨人戦、阪神戦で自陣初を含む2度のサヨナランダを打つ活躍を見せたが、前年と比べて打率が上がらずに苦戦。その影響で打順が固定されず、4番で出場した試合もあった。後半は、前年に迫るほどに調子を上げ、 9月12日のオリックス戦から9月14日の日ハム戦にかけて打数連続安打パリーグ2遺体を記録しかしシーズン閉幕直前の9月18日のロッテ戦で小林博士から死球を受け右足小指を骨折この時はそのまま走者として試合に出続け中村の博のヒットによってサヨナラのホームを踏んだ後日即登録抹消されそのままシーズンを終える 打率は3割を超えたものの、得点圏打率は271とやや不本意な成績だった、新しく監督に就任した星野千一から山崎武氏に代わる新キャプテンに指名され、キャンプでは左翼手にコンバートされたが、右翼手のレギュラー候補であった牧田昭久が故障離脱したため右手に戻された。この年は新たに統一球が導入されたこともあり、 スイングの修正に取り組んだが、本人す全てを失ったというほどの不信に陥った。シーズンに入ってからは全く調子が上がらず、中盤はほとんどファームで過ごすこととなった。91試合の出場で打率、228、一本塁打17打点と、楽天遺跡後としては最低の成績となった。打撃は、さっぱりだったものの、守備では、 出場試合が少ないにもかかわらず、リーグ2位となる9個の補え札を記録した。は前年までよりバットを短く持つスタイルに変更するものの開幕をベンチスタートで迎える。当初の外野人はルイス・テレーロ、精査はマキタの3人で固定されており、代打や守備固めでの出場が主であったが、テレーロとマキタが不審でスタメンを外されるようになると変わって、 スタメンの機会が増えた。6月頃から、かつての打撃に迫るほどの調子の良さを見せ、6月の月間打率は、381を記録。一時は3割を超える打率を記録して、完全復調したと思われたが、好調も続かず、打率は前年より若干良くなったものの、251に終わり、結局レギュラーの座を奪い返すまでには至らなかった。守備ではライトを中心に、 前年から守り始めた、レフト、そしてかつて守っていたセンターの守備につくなど、外野3ポジションすべてで守備についた。2は、選手会長に就任。開幕当初は巻田が5番ライトで起用されていた、ことなどから、前年と同様に代打や守備固めでの起用が多かった。4月26日には、出場選手登録の通算日数が8年に達した、ことから、 日本国内での未行使できる国内フリーエージェント FA 券の資格取得条件を満たしている。巻田が4月下旬に左手首を痛めて戦線を離脱してからは一時ライトのレギュラーに復帰。しかし、交流戦期間中から入団2年目の島内博明や保守登録の岡島武郎、いずれも鉄平と同じ左打者スタメンの座を明け渡すことが多くなった。 その影響や自身の打率低迷などから7月1日に出場選手登録を抹消されるとシーズン終了までに軍生活に終始。チームは創設9年目でパシフィックリーグ初優勝を果たしたもののクライマックスシリーズファイナルステージでは出場機会がなく日本シリーズの出場資格者名簿からも外れた。なお日本シリーズの終了後には 前述の国内 FAK を行使せずにチームへ残留する意向を表明。さらに野球協約で定められた年俸の減額制限を大幅に超える球団からの減俸提示を了承した上、契約を公開した。楽天ではもチームの選手会長を務めることが内定していたが、2013年12月19日に後藤高村との交換トレードでオリックスバファローズへ、 移籍することが発表された。背番号は人生初の関西暮らしでゼロからレベルアップしていきたいという理由から自身初の例に決まった。2014年には公式戦の開幕から一軍に帯同。選手の調子や相性に応じて日替わりでスタメンを組む一軍監督、森脇浩二の方針から右投手の先発が予告されている試合にスタメンへ起用される位置で 試合の途中から、守備要員として出場することもある。4月30日のソフトバンク戦、京セラドーム大阪では、4回裏の第2打席で移籍、第1号となる2点本塁打を放って、球団新記録に当たる同月公式戦、月間18勝の達成に貢献した。以降は1軍公式戦への出場機会を十分に確保できず、50試合の出場で打率。 227と振るわなかった。2は、開幕を2軍で迎えたが、ウエスタンリーグ公式戦では、開幕から打率。371と好調。5月上旬には、中堅守のレギュラーや左の代打要因が定まらない、阪神タイガースが、鉄兵の獲得調査を進めていることが報じられた。結局、同級団への移籍に至らないまま、5月下旬から1、軍と2軍を往復。 ウエスタンリーグ公式戦では通算45試合の出場で406という高打率を記録したほか一塁の守備についたこともあった。しかし一軍公式戦では13試合の出場で打率136と低迷。シーズン終盤に左足の肉離れで戦線を離脱するとシーズン終了後の10月26日に球団から戦力外通告を受けた。 2016年の春季キャンプ開始直前、1月下旬までを目途に、NPB た球団からの獲得のオファーを待ちながら、現役続行に向けた自主トレーニングへ専念。ただし、2015年11月10日に、草薙球場で開催の12球団合同トライアウトには、前述の肉離れが感知していないことを理由に参加を、見送った。 2015年内に他球団への移籍に至らなかったため2016年に入ってからは他球団の入団テストへの参加を希望楽天時代のチームメイトである渡辺直と西部や独立リーグの球団へ所属する線と共に千葉県立山市内で実習トレーニングに取り組んだが徹平に入団テストの実施を申し出る球団はなかったこのため 今後も野球界へ携わることを視野に、現役を引退することを決意。自主トレーニングの終了直後、2016年1月27日に、現役引退を表明した。2016年3月1日付で、古巣の楽天に、球団職員として復帰。楽天イーグルスアカデミー、楽天球団が運営する、ベースボールスクールジュニア部門のコーチを務めるほか、 J スポーツ楽天、FM 都北、いずれも、同球団の主幹試合中継や東北放送、東日本放送、仙台放送の野球解説者としても活動する。その一方で、都府クラブ所属の外野手として、社会人野球でプレーを続けている。ちなみに、都府クラブでの登録名は、本名、土屋鉄平で、背番号は、楽天の選手時代と同じ46。その一方で、 楽天球団の職員や野球解説者として活動する場合には、楽天、オリックス選手時代の登録名、鉄平を活動の名義に用いている。2018年10月6日、来季から東北楽天ゴールデンイーグルスに運、外野守備総類コーチに就任することが発表された。遠投110メートル、50メートル走5.9秒。 一塁到達3.98秒の高い身体能力を持ち、野村克也から、中日はどうしてこんなにいい選手を出したかわからんと、言われたほどの野球センスを誇る。打席では、つばの陰で一部目線が隠れて、左同士のカーブの軌道が見えなくなることがあるほど、ヘルメットを深めに被るのが特徴。コンパクトなスイングで手元でボールをミートする、バッティング取れた選球眼を持ち、 時折一発を放つ程度のパンチ力と、どのような球にも、対応可能な技術を備え、特別苦手とするコースがない。守備では、広い守備範囲と肩の強さを合わせ持ち、2010年には、右翼手に転向。2008年から2年連続で、外野手の最多失策を記録したが、2010年には、右翼手で、リーグ最高のザー8.6をマークした。 現役引退後の本人へのインタビューでは、自身について足が速いわけでも守備が上手いわけでもないとしつつ、バッティングについてはこだわりがありましたし、少しだけですが結果を残すことができた。と述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。